ボス CS2、コンプレッションサスティナーですね、ボスコンプレッサーの、第2世代になります。前作 CS1 の特徴であったミニスイッチが、なくなって、その代わりにその位置にアタックというつまみが、追加されたモデルになります。基本的には、信号の圧縮伸長作用に伴う一連の動作をより高速化するためにですね、VCA という、方式を新たに採用したことによって、非常に、速いフレーズへの追従性であったりとか、が非常にスムーズになったと。かかり方が、ですから、なんていうのかな、ちょっとこう、CS1 のに良くも悪くもあった、パッコーン感が若干緩和されて、よりナチュラルな、割とこうどっちかというと、今風なコンプレッサーに、一歩近づいた、時期かなという感じはしますね。インプレッションはどんな感じでしょうか。はい、そうですね、単音で弾いた時に、すごく気持ちよくかかるなという感じはします。はい、もちろん、カッティングも全然ありなんですけど。はい、そういった CS2 に関してはそういう単音弾きとかもすごく気持ちよく弾けるなっていう感じがしました、はい、ですね、はい。徐々に進化していく感じです。前作が78年から82年まで、製造されて、CS2 が81年、被るような形で81年から、リリースされて、実はこれもそんなに長くないですが、86年まで製造されると。でその後、CS3 へモデルチェンジする。ちょっと過渡期ではあるんですが、かなり CS1 から、CS3 でいうと CS3 側にやや近い感じの音色に、大きく変わっていく時期、ボスのコンプレッサーとしてのちょっと個性をやや確立し始めた時期の、ちょっと特徴的な音になってきてるかなという感じはしますね、はい。ではお好みのセッティングでもう少し、弾いていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっとサスティンを上げてみます。はい、こんな感じで